迷わず刺せよ。刺せばわかるさ。アヒルなこいつぶし。ということでやっていきましょう。どうもガロです。お願いします。ということでね、あのアヒルマンさんとマッチングしたので動画にしていきたいと思います。ということでお願いいたします。でまあアヒル囲いの、まあ、弱点早々にちょっと言おうかなと思うんですけど、だいたいまあ真ん中ですかね。あの、まあ、5二玉って上がってくるので、まあ、5六5五歩から、まあ、5四歩を狙っていけばなんとかなるんじゃないかなっていうのと、あとまあそうですね、どっちか片方を潰してしまえば、まあ、なんとかなるかなと思います。うん、でまあ、あの実際に本派中飛車から、まあ、中央を迫ってきたんですけど、まあ、手がね、あの右玉と一緒で、あの手ができちゃえばもうアヒルは潰れちゃうんですよ。うん、そこはまあ右と同じですかね。なんでまあガリガリとやっていけばいいかなっていうふうに思います。ということで、あの今日ですね、あのどっから話せばいいのかな、まあ、とりあえず今仕事終わったんですけど、まあ、今日の今の時間がまあ22時なんですよ。もう本当にもうなんか連日残業すぎて、もう本当嫌なっちゃった。で、まあ、この残業の理由っていうのが、あのですね、1年に1回こううちの会社って全社員が集まって、まあ、本社に集まって劇をするっていうのがあるんですよね。うん、だからその、まあ、その部、まあ、営業部だったら営業部とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、経理部とかですね、まあそういうのにこう部ごとに分かれて、こう社長とかの前で劇をするっていうのがあるんですけど、それがねもう連日残業の原因になっているっていう、うん、まあいっか、うん、そんな感じでもう気が狂いそうになるんですけど、やっていきましょう。ということでね、まああのさっきまあ一応これ5七角ってぶち込まれたらやばかったかなと思ったんですけど、まあまあ3五角って打ってきたので、こんな感じでさばいていってしまって、で5四歩ですね。やっぱここは急所だと思います。この歩ついて、まあ、同歩しかないんですよ。まあ、同歩ってやんないと、あの5三歩成同銀に5四歩って打ってしまって拠点がでかすぎるので、まあ、取るしかないというわけで、これどうするかって感じなんですけど、まあ、一応まあ6六桂ですかね。6六桂と打っといて、まあ、5四桂跳ねる形が、あの両取りになるんで、で4六桂と6六桂の違いですけど、4六桂って打つと6六桂で逆に打たれちゃって、ちょっと気持ち悪いですよね、金取りになるんで。なんでこっちに6六桂と打ってしまって、これで6六桂相手の打ちたいところに打てってことで、まあ、6六桂って打ちました。でまあ6七金とか気になる手ですか。6七金は同金ってやると同馬で危ないんですけど、5四桂跳ねてしまって、これでそう金取って同玉の局面が悪くないんじゃないかなと。でまあ6六桂だったら、4九玉って引いといて、で馬引きにはまた王様逃げといて大丈夫そうですね。で金打ちだったら3九玉かな、3九玉って寄っとけば、取ったら同飛車がなるんですよね。そうそう、これで同飛車ってやっとけば、これでなんとかなるんじゃないかなと。で5七銀とか打ってくる手に対しては、1八飛車って回っとけば2八玉から上に逃げていけるっていうのがあると思うんで、それも大丈夫かなというわけで、どうしてくるかってとこですね。まあでも、まあ、5七銀が普通ですか。5七銀って打っといて、で飛車逃げて、まあ、5八桂成ぐらいですかね。で先に2八玉って上がってくるのかな。うん、まあ銀取って、うん、まあ先に2八玉って上がっといて、でまあいつでも取れるんで、銀は4二桂成も6二桂成もいつでも取れるんで、でまあここで9九馬って香拾って2六香を狙ってくると思うので、ここは2六角って打っといて香打ちを消しつつ、あと相手の6二の地点に利かしてっていう感じでいけるんじゃないかなと思います。で歩打ち5三歩成、それはまあ6二桂成同金同玉だったら、6四歩かな、6四歩って打って、これは決まってそうですかね。ちょっともう受けがなさそうですよね。7二金だったら6三歩成同金に6四歩があるんで、これはまあ6三歩成しといて勝ちですかね。でまあ5三取れ、うん、これはもうだいぶ良くなった感じですかね。まあ攻めるなら3四桂ですか。3四桂で角逃げると、一応まあ2六香があるんで、まあ、5二金とか打っといて、で4二と、で同金だったら同金から多分詰みで、逃げてきたら3一とか詰めろになるんじゃないかなと思います。3一、まあ2二玉3一等の局面で、まあ、2六桂しかないんですけど、そこで、3二金から、1三銀とか打って、で2二銀で1二玉に1三金同桂2一銀ならずみたいな感じで詰みですかね。でこれ受けがないと思うんで、もう2六桂だと思います。で2六桂でやってきた時に3二金から詰みっていうことになります。はい、というわけでね、まあ、テンションがちょっと若干おかしくなってるんですが、もう本当に疲れた。もう
何してると思います？会社で何してると思います？会社で、うん、まあいいやということでね、はい、ありがとうございます。おめでとう。ということで今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバイ。